ロイさんお疲れ様です。コブさんお疲れ様です。はい、今日来ちゃいましたね、この真田城。いや、楽しみにしてました。で、この真田城は本当にロイさんのおかげで僕たちも手に入れることができたんですよね。言うなればね、はい、そういうことになりますよね。で、本当にロイ式を孔明弟が社長を務める会社で始めて、で、売り上げを伸ばしてやがって銀行融資も取れてって、まあ、それでどんどんとね、ロイ式の商売も軌道に乗って売上利益、はい、これをもとにこの1700坪の土地、いや来ると実感しますけど、はい、そうですね、石垣に囲まれて広いですよね。で、ちょっとなんかあの建物が天守閣みたいな、てか真田城って勝手に命名してる、あのもう横木が本当一本の丸太だったりとか、はい、今はもうやらないようなね、うん、寄せ木の作りとか、いやなかなかガラスなんかも最近のガラスじゃないんで再現性ないような作りなんで、いや、いいものね、作られてるものね、あるんだなと思いましたよね。ここでこうやってロイ式のメンバーのみんなも来てくれて、はい、それで一緒にこの僕たちが取り扱っている商品の一部を使って、はい、こういう風にバーベキュー、はい、やってるっていうのはちょっとね、これ憧れだったんで僕も。で、またあの本ちゃんでね、はい、こういう道具使うことっていうのは、うん、売ってる場合はないんだけど、ね、1回でもやっとくと、うん、本当にこうお客様に対しての説得性というものが変わってくるので、はい、やっぱりこういう体験はね、いいですね、やった方がいいですよね、うん、で、さっきからこれね、はい、まあ、ちょっとやらせっぽいシーンもいっぱいありますけども僕たちが実際に薪を割ったりとか、火をくべたりとかね、はい、それでお湯を沸かしたりとか、はい、で、コーヒー豆をこうやって ねなんかいつもより美味しい気がしますもんね。美味しい気がしますね、これね、うん、たった一杯のコーヒーなんですけど、うん、で、こういうのも体験したのも全てもうロイ式のおかげでここまで来れてるんで、うん、で、ここまで来るのにロイ式01になって販売開始になってから丸2年プラス11ヶ月しか経ってないんですよ。で、まあ、月商800万水準に来てて、はい、で、やっぱり銀行からも信用信頼すごいあるんで、うん、たくさん融資も援助してもらって、はい、金が潤沢にある状態で、はい、そして今やこの1700坪の土地も手に入れてしまったっていうね、うん、で、その中でこの自由自在にみんなでこうやって遊べるっていうのがいいですね。そうですよね、こうね、平日にもかかわらずね、うん、こんだけね、はい、人数集まってこう分け合いやれるのはそれはそれでまたいいですよね。さらにはこの中でも先ほどがロイさんにどうやってこの写真を撮るのかってね、この自分の商品をホームページとかに、ね、はい、掲載するような写真、こうやってったらいいよとかね、こういう風に並べたらいいよとか、こういうような世界観であっていいよっていろいろまたご指導いただけたんで、なるほどと、はいはい、やっぱ背景がね、この現場に来てみるといつもの、ね、写真スタジオとかそういうものでは撮れない写真も撮れますもんね。そうですよね、スタジオの撮影ってやはりあの本当プロの仕事で難しいんですけど、うん、そもそもいい空気感がこうあるんで、うん、その中で物を撮るっていうのは割とね、僕なんかみたいな素人でもできるので、はい、まあ、そういうのはちょっとやってみたりしたんですけど、まあ、今回は本当に、まあ、今日のイベントのためにうちの弟も自分の商品を取り寄せていろいろとこれとこれとこれ使うなみたいなね、揃えてやってみたんですけど、もちろん取り扱っている商品ここにあるものだけで今1000アイテムぐらいあるんですけど、まあ、でもその一部を活用してホームページとか載っけておくだけでもやっぱりなんか印象違いますよね。そうですね、うん、あとその自前で撮った写真をね載せるっていうのはあのメーカーさんとかにも喜ばれるので、あ、ね、よくね紹介していただけてるってことで、また縁が深まるっていうね、いい効果がありますよね。今僕たちが座ってる椅子に至るまで実はね、はい、巻き針の台もそうですけど、いやでもこうやってロイ式をきっかけにいろんなね日本の商品をこの発掘できて、さらにはそこを通してこのライフスタイルの提案できるっていうね、そういうところまでもいけるじゃないですか、こうやってね、はい、うん、まさにねおっしゃる通りで、その、はい、物っていうのはねこう一個の媒介に過ぎなくて、はい、生活提案をね我々してるっていうところが、まあ、本流なので、最初のうちはねそこまで考えが意識がいかないと思うんですけど、こうやってね実際にやるとねそこもね分かると思うんですよね。はい、まあ、もちろん最初のね1年目2年目とかこういうことやってる暇なくてそうそうそう、ちゃんとやれよと、それ見本市商談会行って商談しろよってね、はい、あれですけども、はい、うん、その先の姿っていうのもこれロイ式の1期生から3期生までに見せられるんじゃないかなっていうのも、まあ、今日もねこうやって一部の、ね、メンバーに来てもらってるっていうね、はい、と思うんですけどね、まあ、そのうちやっぱり、ね、ロイ式でこの定期的にこっちに来てこうやってお茶会みたいなじゃないですか、コーヒー会みたいな感じでね、はい、うん、慣れてきたらちょっと鶏肉とかあの豚肉とか牛肉もちょっと焼きながらみたいな、はい、慣れてきたらですけど、ね、今日はちょっとまだね手間取ってる感じでどうやってこれ火を起こすのみたいな、自分たちが売ってるんですけどやり方が分かんないみたいな、初めて使ったみたいなばっかなんで、まあ、お客さんと同じ気持ちに、ね、なれるっていうのはすごく大事ですから、と、ね、いうことで、まあ、今日もこれからね草むしならぬ草刈りもしながら、うん、はい、生の薪でコーヒーをすすり飲むといいですね、はいはい、ということでね、ロイ式にね、参加して、ね、取り組みを開始した後にはぜひこういう、ね、提案もできるように成長していってもらいたいなというふうに思いますね、はい、では今日は引き続き楽しみましょう。ありがとうございました。ありがとうございました。